ラフターさん、はい、降ってきました。降ってきましたよ。今日の予報は 80% でしたからね。やばいです。だから早く行きましょう。早く行きましょう、はい、どこ、あ、ここいいんじゃないですか。これなんか作りどころとかで作れるんじゃない、なんか作れるんじゃないですかね。あれ書いてる、中焼き20分で。おお、20分でできるんだ。あれなんかこれいいんじゃないですか。これでしょ。もう寒いから。寒いから入りましょうよ。寒い寒い。寒いね。寒いね。はい。ちょっとじゃあ行きましょうか。へえ。何が作れるんだろう。わかんない。はい、というわけでですね、こちらにお邪魔しまして、いろいろですね、焼き物をですね、やってみたいと思います。はい、それでは我々2人はできませんので、はい、ご主人を紹介したいと思います。はい、ご主人、はい、横にいた。すぐそばにいた。はい、というわけで今日ですね、はい、ちょっとこのテレビのですね、視聴者の方にプレゼントで、はい、焼き物をプレゼントしたいと思うんですけれども、はい、こちらって一体どういうふうな焼き物ができるんですか。はい、生地がこういう感じで用意されるんですけれども、こちらの中から裏側にもあるんですけど選んでいただいて、はい、これを出てる絵の具で絵をつけていただきますね。はい、そうすると20分で焼かれて、早い、はい、そんな早くできるんですか。はい、そうですね。あ、すごい、結構いろいろ種類があるんですね。そうですね、はい。あ、これはもうどれを選んでも同じ 2,30 分でできるんですか。そうですね、20分ぐらいで焼き上がります。そうですか、はい。いい、いい、いい、これ。あ、かわいい。すごいかわいい。はい、というわけで焼き上がりました。焼き上がりました。結構いいね。お前のその絵はちょっとひどいけどな。いや、でも。どう思った通りにできた。描いたまんまだった。というわけでこちらのですね、はい、我々が作ったこのお皿と茶碗と湯飲みをですね、各、1個ずつ1名様に、合計4名様の方にですね、プレゼントしたいと思います。はい、半分僕の自腹なので、ちょっといらないなと思ってもぜひとも応募してくださいね。はい、お願いします。お願いします。さあ、というわけで今回、はい、1日デートしていただいたんですけれども、いかがでした。楽しかったです。1万円で割と遊びますね、うん、ちょっと足出ましたけどね。まあその辺はね、男の人が払ってくれるって嬉しいですね。それぐらいほら、なんかサービスした方がさ、みんな今後も見てくれるかなと思うじゃん。でもなんかこのお皿作りも本当楽しかったし、うん、また来ようかなと思いました。お蕎麦も美味しかったしね。うん、お蕎麦も美味しかった。今度また機会がありましたら、はい、ぜひともよろしくお願いします。よろしくお願いします。ぜひぜひ。まあ読みませんけどもね。え？はい、というわけでですね、まあ今回はこれで終わりなんですけれども、まあ次回何やりたいかなと思ってるんですが、まあ今日は普通に散歩したので、本格的になんか体を動かしたりとか、そういうことちょっとやってみたいなと思います。あれとかいいかもしれないですね。まあ僕も38歳なんですけれども、38歳から上の方を呼んで、2人で体力測定とか、そういうの面白いかもしれないので、まあそういうのか、あとはもう室内にこもって何にもやらないとか、まあどっちかしたいと思いますので、次回も楽しみにしてくださいね。というわけで今回はここでさようならしたいと思います。はい、それではまた、さようなら。バイバイ。お会いしましょう。